まだまだまだよっ、あー両者バストだよっ、あーまた両者バスト、また両者バスト。はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、ベイブレードバーストの WBBA 限定のドラゴンファントム GV です。はい、ということで2018年3月3日本日発売の WBBA ストア限定のドラゴンファントムです ね、 ね、早速開けていきましょう。じゃあステッカー貼っていきましょう。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがドラゴンファントムグラビティバリアブルですね、うん、はい、白系ですごいかっこいいです ね、 ね、セットしてみましょう。これ左回転だよね、左回転、お、固め、お、固め、うん、あ、いい感じだね、うん、白のレイヤーにこのブルーとレッドちょっとずつ貼ってね。そうだね、はい、そしてドライバーのバリアブルも赤、軸先が赤になってるね、うん、すごい、かっこいいじゃん。そうだね。じゃあ今回このドラゴンファントム私が使わせてもらうということでよろしいでしょうか。はい、早速シュートしてみるね、うん、ゴーシュート、おお、暴れる。まあそうだよね、バリアブルね、うん、こんな感じだよね、うん、じゃあ早速対決していきましょう。まずエシン君が使うのはドライバースラッシュインフィニティハンター。おお、ちょっとアタック系だねそれも、うん、3、2、1、おっしゃ、おっと、わー、あれでででで、3、2、1、おっしゃ、と、と、よいしょ、あー、3、2、1、おっしゃ、よし、あー、よし、よいしょ。今度はドランザスパイアルクォーターゼファーでいきます。はい、3、2、1、おしよし、よし、あーっ、あー、またやられちゃった。3、2、1、おしよし、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 どれどれどれ、あー、イエーイ、3、2、1、おしよっしゃ、どれどれどれ、僕はドラシエルシールド5メドルループでいきます。はい、C2は、今度はリフェンス待機よ。まあお気づきの方もいると思いますけれども、今回ねバク転時代の復刻レイヤーで全部戦ってるね、今ね、今とかね、はい、あれあれあれ、 C2は、さあどこい、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 バーストしてやれ。あー、ダメだ、動きが止まるの、ほら、あ、ダメだ、ダメだ、ダメか、スピン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 、あー、落ち、スイーツ、ワン、よっしゃ、いけ、あ、だい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 、あー、追い出すこともできず、スピン、スピン、シュー、もうダメか、僕はドラゴンストームジャークアルティメットリブートでいきます。はい、スイーツー、ワン、おっしゃ、あっ、あっ、あっ、アルティメットリブート、よし、まだ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 よっ、あー、両者バストだ、スイーツー、ワン、おっしゃ、で、よー、あー、また両者バスト、スイーツー、ワン、おっしゃ、当たり、また両者バスト、3連続両者バスト、いやすごい。ということでドラゴンファントも結構あれだね、アタック寄りの割にはこっちがバーストしやすいね。そうだね、うん、何用意してんの、ゴッドレイヤー用意してんの、まさか、うん、僕はストライクゴッドバルキン6スターアルティメットディボットできます。 OK、 3、2、1、ゴッシュ、はい、あー、やっぱダメか、3、2、1、ゴッシュ、うわぁ、早いよ、勝ってきて負ける、 C2、 1、おっしゃ、いかないぞ、あ、今回はアルティメットリブート追い出すって手もある、あ、今回はバーストしなさそう、バーストしなさそう、僕はナイトメアリングにデストロイでいきます。 C2、 1、おっしゃ、うおりゃー、左左だもんね、これ、あー、 3、2、1、おっしゃ、あはははは、バースト、うおりゃー、バースト、 3、2、1、おっしゃ、あー、やっぱダメなのね、いやー、ゴッドには全く叶いませんでした、
はい、ということで今回はベイブレードバーストの WBBA 限定のドラゴンファントム GV でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、おーわーわー、そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。